入れ替わり立ち替わりでございまして、どうもよろしくどうぞ。なるほど、言いなさいよ。何？なんか言いなさいよ。今日最初に喋るのは君だろ。こっちか。約束したじゃん。お父さんこっちか。どう黙ってるか。いや忘れちゃったんだよ。ダメだよ。いいじゃない。せっかく出てきたんだから。そっちはなんかじゃなくて、こっちは黙ってたって、なんかパッと言うのが漫才じゃない。あ、でも間に合わない。まあいいや。まあ喋ってね。だけどこうやって喋って商売しながら二十何年やっておりますけどね。早いもんだね。喋りながら商売やってるってんだからありがたいね。どう並べなくたっていいんだから。喋ってね。喋ってね。そうそうそう。だけどこの日本語ってのは難しいね。なんでまた。こうやって長いこと喋ってるけどね、難しい言葉ってのはいろいろあるね。そんな難しい言葉ってのあるかな。外人が一番ね分かんないのが日本人のどう思ってるのか分からない。どう思う。どう思ってる。なるほどね。あれどうにもなんないらしい。意味があるようでね。我々日常使ったって分かんないことあるよ。でもなんかどうどうどう。いやどう。いやどうも。いや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 。しばらくどうも。どこ行くの。ちょっとそこまで。あ、私も行く。あ、そうだ。じゃあまたね。どう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 。いやどうも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 。いやしばらくだろ。いや元気でどうどう。どうじゃない。ちょっとそこまで。あ、私も行く。じゃあまたね。またどうも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 。いやどうもどうも。よく合いますね。合いますよ。二人きかいねえんだから。二人だし。このどうもどうもっていうのは意味がなくってあるようなね。この他にもう一つあるのがね、心配しないで。それがどうして。これも困るね。なんで。皆さんもご経験あると思いますけどね、おうおう、心配しないでって。別にうちのすぐそばに床屋さんが新築したんですよ。新しく、ね、新しく、おうおう、まあ新築だからね。そうだね、うん、新しくね、うん、古いから新築。そうそう。それからおやじさんにだね、うん、親綺麗になりまして結構ですねって言ったらね、心配しないでって言われたの。誰がこう言われんと何だと思う。あ、新築に行って行ってお祝いの言葉を述べたら、うん、心配しないで。これはまずいな。まだな。そう言われたらいくらかはじゃあちっとも心配してないのよ。分かんだろ。思い出させる。どういうことだと思う。それはやっぱりね、うん、いくらかね、うん、お祝いを。そう、心配しないで。これ袋があってね、これはね、紅白の袋へプッて出てて、そうそうそう、どんどんって持っていかなきゃな。近所付き合いってこともあるし、言葉ってのは難しいね。言われるとしょうがないな。分かる。そういうの、それやっぱり長いお付き合いだ、ね、心配しないでって言われると分かる。心配しないって言われたらね、いやでもやっぱこっち行こうね。ピンとくる。出さなきゃ。あ、 それはしょうがない、まあ、これは話は別だけど、うん、今度うちの妹のね、うん、子供が結婚式やるんだよ。おー、なんか大きくなったの。大きくなってね、うん、心配しないでよ。誰が心配しないでって言うの。どうして。何が。あのね、君んとこのね、妹の息子さん、そう、あるいは娘さん、わかんないけど子供さんが結婚するんだろ、うん、そう。なんで僕が心配しなきゃいけない。でもこれっぽっちも心配しないから。冗談じゃないよ。例えばね、もうちょっと便利なもんだと思ったけどね。いや、それはダメだよ。あのね、違う話でね、君の奥さんが結婚するってのは心配するよ。なんだろう。え、ちょっと言い過ぎじゃないか。やっぱ例えばだよ。あるいは君が結婚すると、これはね、やっぱり心配しなきゃ。全然俺心配する必要ないんだから。あ、そう。君のところの。そうかな、やっぱりな、うん、ちょっと言い方が具合悪かったかな。大丈夫、まあ、あ、そのじゃあね、まあ、その心配しないでもいいけどね。しないしない、大丈夫。あの結婚式でね、うん、司会を頼まれちゃったんだよ。ほう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 。で、僕は どうせ並ばなきゃなんないから、うん、で君にぜひと言うんだけどね、一つ頼む。あ、なんだよ、そういうことなら言ってくれればいいんだよ。ああ、まあ、結婚式のね、相棒のよしみで、ね、あ、いいよいいよいいよ。どこで。いや、あの有楽町の駅のすぐそばでね。おお、じゃあホテルかな。そう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 。おお、豪華だね。うん、ぜひそれ僕やらして。あ、そう。うん、まあ、心配しないでいいから、ね。あ、そう、うん。じゃあそれぜひお願いします。あ、大丈夫大丈夫。うん、いつ。3月の6日頃かな。3月か。スケジュール落ちちゃったの。3月6日ね。うん、3月。ダメだ、3月6日は確かね、九州行くんだ。なんで。仕事で。漫才の仕事でね、九州。俺は暇なのに、なんでお前ですか。どうもこの頃は肌ツヤが良くなったと思ったけど、なんかやってるな、お前。6日だろ。時々眠そうな顔をしてくるけど、あれ、やけかなんかやってんじゃねえな。え、いや、あの、6日だろ。そうだよ。俺が遊んでて、あんたがなんで仕事するんだ。いや、一人行くわけないんだから。そうだろう。間違って4月だろ。4月。あ、4月のいくつ。6日。4月の6日俺新潟行くんだ、一人で。何。いやいや、そうじゃない。なんだよ、一緒に行くんだよ。そうだろ。だから常に仕事の時は一緒なんだ。君だけは暇ってのは笑われる。あいつら、あいつら、6日はあいつら。大丈夫大丈夫。司会難しい。はい、いや大丈夫大丈夫。ってことある。いや、もちろんあるよ。じゃあまあね、うん、心配しないでいいから。心配しないでね、うん、まあ、気持ちだけ。何。いやいや、そ、僕が言ってんだよ、ええ、心配しなくていいよっつって。だからさね、気持ちだけなんとかすれば。いや悪いや悪いや、それ心配なしでいい。いくらなんだってコンビだってね、やっぱりそういう金銭問題はちゃんとしとかなきゃね。そうかい。気持ちだけ。じゃあまあね、はっきりね、ああ、まあ仕事で割り切って、はい、車代でいいわ。いや、ほんとあら困るよ。いや、ほんと車代だって今ね、60万から100万するよ。何。車代を払うんだったら俺は君頼まないよ。もっと有名な人は頼む。ちょっと待ってよ。なんだよ。
車だって車一台買うんじゃないんだ。車のねタクシー代。あタクシー代だ。車代っつって。あ車世間並みのね。そうそう、それだけもう、うん、それでいいよ、うん、それだけでいいよ。あそこは280円だったかな。なんか有楽町からねホテルまで280円なんだ。だからそれ使わなきゃ君まるまるポッケ入るから。冗談じゃないよ。もうかる。せっかく人に司会やらせて280円ポッキリって言ったら、いいぜ、いくらか予算があるんだろう。いや、それは多少あるよ。いや、それをこっちポッと起こせばいいじゃん。だからさ、5万あるんだけど。うん、それでいい、それでいいよ。だけど俺もらうとかなくなっちゃう。なんで君がもらわなきゃいけないんだ。僕は一人で司会やるんだ。もう分かった分かった、うん。じゃあまあ、君司会やったことあるんだね。あら、うん、去年の暮れだったかな。うん。やったんだよ。いや、実はね、岡山にね、僕の弟がいるんだけどね。誰だ。僕の弟、岡山で、うん、でね、結婚式やるって言うね、うん、でもたった一人の弟だからさ、そうだね、まあ普段ご無沙汰もしてるしね、うん、親もしてなきゃいけないし、あでも弟のためだ、僕はこういう商売だから、あじゃあね、結婚式の司会は僕に任せろと。なるほど。兄さんがやってやるじゃないかって、ね、でわざわざね、岡山まで行ってきたんだ。お喜んでくれたよ。喜んだろ。いや、おかげさまでね。まあ一応なりにも皆さんに顔知ってるね、うん、知ってもらってるからさ、そうそうそう、そういう席行くと割合言ったな、弟の格もつく近しね、よかったね。心配しないじゃないけど、やっぱり心配しちゃった。そういう鍵を持ってると思わなかった。まあお祝い持てないないない、ね、一言言ってくれよ。俺絶対言ってまいりや、心配させちゃ悪いから。いいよ、2、3万もらえよ。何で冗談じゃないよ。いいよさ。でまあそういうわけでね、うん、岡山行ってきたんだよ。それ偉いの。まあね、大変だった。親戚じゃ集まってね、大変だったな。まあまあまあ賑やかでよかったね。うん、なんで行ったんだよ。え、なんで。いやだからさ、岡山にね、うん、弟がいるんだよ。おうほうほう。でこれがね、去年の暮れだった。結婚するんで、まあ式がね。でも兄さんね、もう普段ご無沙汰してるけど、せめてこういう時来てくれないから。そうやっぱりね、兄貴としてはさ、弟に何か尽くしてやんなきゃ。偉い。で、商売が商売だからね、うん、じゃあまあ、司会の方はね、兄さんやってやろうじゃない。喜んで喜んでくれた、お祝い持ってね、うん、で、わざわざね、結婚式の司会のために岡山行ってきた。これだけ大変だよ、岡山も。そうそう、偉いね。まあ、歓迎してくれた。なるほどね。いやいや、弟も喜んでくれた。そうか、うん、おかげさまで。だからさ、なんて言ったの。もう、いいわね、そっかに来ちゃったに、もう邪魔来たな。なんだ。ね、岡山に弟がいるんだよ。弟がたった一人の弟がね、結婚式あげるってんで、うん、ね、兄さん何かやってくんないかと。僕はこういう商売だから、うん、司会を僕に任せろ、兄貴がやってやろうじゃないかと。お祝いを持って結婚式参列のために岡山行ってきたっつんだよ。バカねえのか本当に。ちょっとしよう。いや分かってます。全然いいんだよ。まあ、ちきしょうなんて言わなかった。言いたくなるじゃないか。いや僕の家はそうじゃないんだよ。なんだよ。いやそれは分かってるけど、なんで言ったんだって。ね、岡山に弟がいるんだよ。けど去年の暮れに結婚式あげたの。普段ご無沙汰してるし、お兄さん何かやってくんないかと。僕はたった一人の弟のためだからと思って、結婚式の司会はじゃあ兄さんやってやろうじゃないかと。お祝いを持って結婚式参列のために岡山へ行ってきたってんじゃないか。だからそれは分かってるから、なんで行っただけだよ。去年の暮れに結婚してあげたよ。ひどい顔だね。どうだ。弟のために兄さん何かやってくれないかって言ったら、どうだ。兄さん司会やってやるからって言ってね、結婚式の参列司会やるためにわざわざ岡山行ってきたってじゃないかよ。だからそれは分かるんだよ。それは分かるけど、俺の言うのは何で言っただけだからだ。頭はげらかして泣けよ。ね、岡山に弟がいるの。結婚式やるんだよ。言ってることは分かってるから、ちょっと声出さないで動いてみろ。まあ、津田子の、津田子の素踊りだよ。違う。何回同じこと言ってんだよ。何回聞くんだよ俺。興奮しないで。ああ、ゆっくり聞くんだよ。うん、ゆっくり、うん。こういう時興奮しちゃ何もない。落ち着いた。いいかい？うん。なんで言ったの？岡山に弟がいるの。結婚式やんで、お兄さん何かやってくれ。結婚式分かってんのよ。俺が言うのは何て言ったんだっけ。俺の言うのはね、なんで言ったというのは、いいか、
汽車で行ったか新幹線で行ったか飛行機で行ったか何て言ったんですか。乗り物か。乗り物聞いてんだよ。新幹線で行ったんだよって。だから何で行ったんだ。あー疲れた本当にもう。何で行ったんだよ。だから今言ったろ、新幹線で行ったってんだよ。だから、ね、それは分かってるから何で行ったんだってんだよ。いやもうあのね、弟の結婚式のために新幹線で岡山へ行ってきたってんじゃないか。だからそれは俺さっきから聞いて分かってんだよ。分かってない聞くな本当に。何で行ったんだってんだよ。なんか他にいいことあるか。あるじゃないか。なんて言えばいいんだよ。靴履いてったんだか下駄履いてったんだか話言ってんだよ。だからなんて言ったんだよ。いやもうやめたこい。ちょっと待って。